先ほどちょっとあの制服の方のカット、はい、というふうなのがあったんですよ。この先着てみたい衣装とか、今後のところの活動の中で着てみたい衣装とかってありますか？はい、今後着てみたい衣装は、そうですね、これから高校を卒業して大学に進学するんですけど、スーツとかはまだ着たことがないので、こうスーツとかをいつか着れたいと思います。着たいと思います。ありがとうございます。他ご質問ありますか？はい、モデルプレスです。はい、さっき高校生活がもうコロナ禍のこともあって、あまり思ったような感じではなかったっていうこともありましたけど、はい、なんかでもし大学で何かやってみたいなと思ってることとかって何かありますか？そうですね、大学では、サークルに新しく入ってみたいなと思っているので、まだ、まだ、入学式も始まっ入学式もまだなので、これからいろいろサークルなどを探すんですけど、まあ、なんか一番面白そうなサークルに入れたのだなと思っております。なんかそういう具体的にはないんですか？サークル弓道は逆に続けないんですか？弓道はそうですね、大学であったらまたやってみたいなとは思ってるんですけど、でも逆にまだやったことないようなこともやってみたいなと思っております。他ご質問、どうぞ。よろしくお願いします。まあ、ちょっと出版社さんが違うんであれなんですけど、まあ、ミスマガとして非常に大ブレイクされたわけですけども、はい、ありがとうございます。まあ、高校在学中にミスマガを受賞されたと思うんですけど、はい、ミスマガのビフォーとアフターってやっぱり生活の環境とか激変した感じでしたか？そうですね、やっぱりミスマガが発表されてから学校のお友達とかの反応とかもいろいろあって、なんだろう、すごいねとか、雑誌に出るたんびすごいねとか、見たよとか言ってくれる子がたくさんいて、そういうところでは変わったかなと思います。まあ、今グラビア界を席巻している菊池さんですけども、今後なんかグラビアの中でやってみたいこととか目標とかあったら教えていただけますか？そうですね、私は、グラビアを始めたタイミングとコロナ禍が重なってしまって、海外での撮影がまだしたことがないので、今後いつか海外で、まだ行ったことないようなところで撮影してみたいと思っております。ちなみにどちらかってそうですね、グアムとかハワイとか綺麗な海が好きなので、そういう綺麗な海があるところに行ってみたいです。期待しております。ありがとうございます。他にありますか？あ、どうぞ。じゃあ定番ですが、写真集特典をつけるとしたら何点でしょうか？はい、伸びしろを込めて90点にさせていただきます。あと10点はどの辺とか伸びしろっていうのがありますか？そうですね、またこのモーメントは高校卒業というタイミングなので、高校卒業後もグラビアでもっといろんな姿を皆さんに見てもらえるように、まだこのモーメントで写しきれてない部分を見せれるように、その10点は取っておきたいと思います。大丈夫そうですか？まだ他にあれば。いつも皆さん応援していただきましてありがとうございます。このセカンド写真集を出すことができたのは、皆さんがいつも応援してくださっているおかげです。刹那的なこの瞬間を一緒に楽しんでくださったら嬉しいです。たくさん読んでください。